フレッシュマンは阿蘇市内巻にあります株式会社アスナロ企画にお勤めの女性をご紹介します。よろしくお願いします。じゃあまずお名前と年齢を教えてください。はい、はい、野田愛香と申します。はい、今20歳なんですけど今年で21になります。21、はい、お住まいはどちらですか。阿蘇市 の、 あの一宮町の天王です。もともとご出身は阿蘇じゃないそうですね。そうです、出身はあの宇城市の方になります。はい、じゃあ野田さんは林業を仕事にしようと思ったのは何かきっかけがあったんですか。その八代の八代農業高校の泉分校っていうところがあるんですけど、まあ、その高校はそこに行ってまして、でそこがもともと林業科っていうかそういうのがあって、あのそれをきっかけに林業を知って、でやっぱそこからやりたいなと思うようになりましたね。じゃあ高校卒業した後は、あとは、長野県にある長野県林業大学校っていうのが2年間のがあるんですけど、そこに行って、で4月からここで働かせてもらってます。じゃあまだ3ヶ月が過ぎて。そうですね、ちょうど3ヶ月ぐらいですかね。どうですか、お仕事として林業に携わって。まあ楽しいですね。やっぱりなんかそのやっぱ大学とかだともっとこうアカデミックな感じっていうか、もっと学術的なところとかも出てきて、まあ難しかったりもするんですけど、その現場でまあ実際働いてみるとやっぱり習ったこととは全然違ったりとか、あとは休憩時間とかは楽しいですね。職場の方たちそうですね、はい、いろいろお話ししてくれるんで面白く話します。今日はね、その作業現場にお邪魔しているんですが、この後どういった作業をここでされるんですか。ですね、今あの今年のまさに4月なんですけど、あの私が来て植えたちっちゃいまだ苗があるんですけど、それの周りにこう草がわーって生えてきちゃってて、で成長を阻害されるっていうかですね、その成長を良くするためにあの下草刈りって言って草刈りの作業をします。はい、じゃあそんな野田さんですが、はい、もうすぐ21歳そうです、あの、はい、そうです、今年で。結婚願望とかは、特に考えてないですね。まだ考えられないですね。そうですよね、お仕事が楽しい。そうですね、今はもうその仕事をやっぱまだやったことないことばっかりなんで、そういうのをやっぱ一つ一つ身につけていくっていうのでもう精一杯ですね。それあんまり考えてないです。じゃあ阿蘇に来てからはまだ日が浅いってこと。そうですね、阿蘇に来てからもだから3ヶ月ぐらいです。どんなところ、お気に入りの場所とかを見つかりました。でもやっぱりなんていうか、そのうちが川の近くなんですけど、その夜に川の近く散歩しながら空見たりとかして、星がやっぱすごい綺麗なんで、で空がやっぱ広いので、そういうとこはすごい好きですね。じゃあ阿蘇でね就職してくれたというか、本当に若い人がこう阿蘇に来てくれて嬉しいんですけれども、はい、じゃあお仕事のことも含めてカメラに向かって林業のこと、仕事場の PR を。仕事場の PR ですか。はい、まだまだ女性が少なくて、そういうところでちょっと難しいこともあるんですけど、力が足りなかったりとかですね、あるんですけど、やっぱりそのなんていうか、ノルマとかに縛られないというか、そういう自然な感じですね。本当にそういう人間として、まあ、早起きして夕方を早めに帰ってっていう、そういうその人間としての正しい姿っていうか、本来の姿を、自分の身をもってあの感じることができています。職場もかなり緩い感じで和気あいあいとしてて、本当に昼休みとか楽しい感じで過ごさせてもらってます。まだまだ本当に女性は少ないですけど頑張っていきます。はい、では最後にですね、はい、このコーナー決めポーズがありますので、あ、そうなんですか。野田さんは左目元ピースで、で私こうしますので、はい、カメラに向かってフレッシュマンでお願いします。フレッシュマンピース、あ、フレッシュマン、バイバイ。あ、なるほど、わかりました。いいですか。はい、はい、OK です。はい、今月のフレッシュマンは株式会社アスナロ企画にお勤めの野田さんをご紹介しました。いきますよ、はい、せーの、フレッシュマン。